とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日は千秋先輩で極ボスラッシュいきます。4体倒すね。エルゼメキア、そしてゾディアライア、サメキホジロウにマゼラボルト、早速行ってみましょう。はい、それではエルゼメキア行ってみましょう。まあ遠距離系なんで全然向いてる。あ、いや防御力低い。そうそう、千秋先輩ね、防御力がめちゃくちゃ低いのよ。なのでそこだけがちょっと問題かな。あとはね、マジカルベールの上からでも攻撃できるし、 HP も回復できるので問題ないと思うけども、やっぱここだけだな問題は。くぅ効く、めちゃくちゃ反撃もらうじゃん。むしろ、あ、いや通常攻撃、怖い怖い怖い。無慈悲団長があそこにいるんで盾になってくれてちょうどいいか。うん、ここでダメージ稼ごう。そうね、この立ち回りが一番良さそう。オッケーオッケー、いいよいいよ。こういう使い方があるか、敵を盾に使うという。オッケーオッケーオッケー、まあまあまあ、ああ食らえばね、もう確実。やばいって、まああとちょっとなんで攻めましょう。うわー、フィニッシュスティング、やっぱダメージ半端ないね。ダメージむちゃくちゃ取れる。はい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 。ただフィニッシュスティングは再使用時間がすごい長い。だからハイパービート入れてた方がお得なんだよね。プラズマ食らうと、まあまず死ぬ、間違いなく死ぬ。この防御力と HP じゃちょっと耐えれないかな。あ、ハイパービートだけじゃ無理、無理か、止めれない。やべ、やば食らってしまうだ。でも回復するし大丈夫です。注意はプラズマだね。プラズマだけはもうほんと注意していこう。え、誰の時だ。ああ、キュービ先輩だ。キュービ先輩で行った時のここがね、もう地獄のように難しかった。おお、早い早い。もう紫の舞でぐるぐる回ってる時にプラズマやってくるんで、2、3回死んだもんね。あそこはきつかったな。でもさすがにこの遠距離系は大丈夫だわ。 OK で無慈悲団長がいれば盾になってくれるからこういう使い方ね。やば、こういう使い方重要よ。どこ、あー止めれるか。 OK 止めれた。もう一発ぐらいいけない、無理か。あっぶね。まあうーん、仲間を出現させて倒すっていうのもありだったけど、まあいいか、いけ。あっぶね。そろそろ必殺技なんか打ってきて、そこにカウンター行くから。あっぶね、プラズマ。あぶね、もうどの攻撃もね禁止になるからね、要注意。フィニッシュスティング、ナイス、いい感じのダメージ。でもう一発フィニッシュ、あ、どこ打ってるんだよどこに打ってるんだい。そっちには打ってないはずなんだけど、まあ仕方ない。危ねえ、い
まあ、たくさん倒せてラッキーと思っておきましょう。よし、プラズマ、あぶね。あれ、なんか移動速度がだいぶなんか上がってきてる気がする。装備か、なんかそういう装備つけてる俺。なんかヒロイクマンとかなんかつけてるのかもしれない。あと一発だ、終わり。まあまあまあ、そこそこ簡単に倒すことができました。次行きましょう、サメキホジロ行きましょう。まあ同じく遠距離系なんで遠くから攻め立てようか。うん、間合いに入らなければ全然ダメージも受けずにいけると思うんで。うん、あ、安全にいけるね。おっと、当たってないやん。おい4000くらった。でも一気に全部回復した。あぶねー、どっち打ってるんだい。あんま調子乗らない方がいいな。調子乗らずに行きましょう。いや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 、思いっきり思いっきり。あのチャージ攻撃食らう人なかなかいないじゃない。俺も初めて食らったかも。あれはもうチャンスを作るためにあるような技だからね。よっしゃ、意外と隙が多い。もしや千秋先輩、 OK。 あー、防御ダウンしてから打っちゃうかな。まあいいか、大丈夫大丈夫。 SP はもう5000ぐらいあるんで、まあ、さっきのねチャージ攻撃もろに食らったとしても生き残ったんでね、なんとかなるよ。 OK。 ほんと近寄りたくない。近寄ってね、多分でっかい攻撃がっつり食らったらやられちゃうんで、あまり近寄らずにやっていきたいんだよ俺は。ちょっと待って、何がしたいんだ俺。よし、 OK。 当たってる、当たってるね、当たっとるね。よし、アップね。よし、一発一発はでかいけども、まあなんとかいきましたね。次いきましょう。来ました、マゼラボルト行こう。ちょっとさっきの感じでいくとやられるぞ、気をつけろよ本当に。まあ大体引いて打っときゃいつか勝てるっていうタイプだと思うけど、それじゃちょっと時間かかるからね。多分引き打ちでこうやっとけばいつか勝てるのよこれ、無傷で。うん、引いときゃ全然怖くもないしいいんだけどね。でもそれじゃあちょっと時間がかかるので攻めましょう。防御、あ、防御ダウン当たってない。 OK。フィニッシュスティングのあと結構隙ができるから、ある程度距離は確保しとかないといけんな。はい、 OKOKOK。 いやもうむしろそんなん考えなしに行っていいか。よっしゃ、スネークあるから大丈夫か、いけるね、ある程度ガシガシ攻めても。あぶねえ、嘘食らっとるやん、思いっきり食らってる。やばい、召喚が切れた。あいついてくれるとほんと楽ね、盾になってくれるからすっごい楽。よし、ヘッドクラッシュ、いいよ。おっと、
スカイスネークはちょっと残しといた方がいいような気もするけど、いいや、もうガシガシ打っていけ。打っちゃえ打っちゃえ打っちゃえ。もうちょっとだけども、こっからがちょっと厳しいか。いや大丈夫だ。これ芸能人学校でもいけたか。うん、なんか避けるタイミングとかが若干昔よりも分かってきてると。さすがにこんだけやりゃ分かるか。 OKOK。 あー逃げられた、最悪。だいたいどこで攻撃しちゃダメかっていうのは分かってくるよね。あー突っ込まされた、やべえ。ヘッドクラッシュ、だいたいヘッドクラッシュの後にブレイズ打ってくるから、そこ避けて攻撃がいいかな。 OK、 危ねえ。おし、ブレイズブレイズスマッシュか。まあもうちょっと攻撃を入れれば倒せる。もうちょいフィニッシュスティング、やっべ。おお、ピュアランだった、よかった。じゃああと2発ぐらいかな。2発ぐらいちょっと頑張っていこう。この無慈悲団長がめちゃくちゃいい動きしてくれ。やば、あぶねえ。吹っ飛んでよかった、吹っ飛んでよかったわ。よし、以上で最後油断せずにいこう。で HP 回復してフィニッシュスティング。ああ、あと一発フィニッシュ。はい、ということで4体無事に倒すことができました。千秋先輩はね、防御力低いんでちょっと心配だったけども、まあなんとかいけたね。それではまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そういや